ジェノバの海戦は、1795年3月14日に、イタリア北西部の港町、ジェノバの沖合で、ピエール・マルタン少将指揮下のフランス艦と、ウィリアム・ホサム中将指揮下のイギリスとナポリン国の連合艦隊によって行われた海戦である。この海戦でイギリスとナポリン国の連合軍は、フランス相手に勝利を収め、イギリスは、フランス艦佐、イーラとサンスールを打破した。 1795年初頭、イギリスの地中海艦隊の総司令官である、ホサム中将は艦隊をコルシカ島のサン・フィオレンツォ湾からリーボルノに移動させた。このことはすぐにフランス海軍のトゥーロン基地に伝わった。フランスは15隻の戦列艦、6隻のフリゲート、そしてブリックとコルベット1隻ずつからなる艦隊を準備して、1795年3月2日に出航した。 この艦隊の指揮官はピエール・マルタン少将だったが出航の目的ははっきりしなかった。輸送艦隊にはイギリスからコルシカ島を取り戻すための5000人の侵略部隊が上艦していたがこの輸送艦隊はトゥーロンを出航しなかった。フランス革命機の公安委員会が国民公会へ提出した報告書にはこの艦隊は 敵から地中海の海運船の安全を確保するためのものだったと明記されている。フランス艦隊は一連の北東の強風により前進を阻まれたものの3月7日早朝にはコルシカ島が見える位置まで来た。その時フランス艦隊の前方の艦はイギリスの軍艦が応急に仮設したマストをつけて走っているのを見た。この艦は74門のベリックで 1795年、初頭に、ロアーマストが偽装から外れ、橋の方に転がって、海に落ちたため、イギリス艦隊の他の艦と共にサンフィオレンツォ湾で、修理を受けていた。軍法会議で、マストを折らないための予防策が、事前に施されていなかったことがわかり、艦長のウィリアム・スミス、一等会議、そして公会長がベリックを首にされた。その後、ホサムが艦隊を引き、 ベリックの新艦長にアダム・リトル・ジョンを任命してマストを仮設し艦隊と共にリボルノへ航行させたのである。リトル・ジョンは間もなく近づいてくる艦隊がスペインの旗を掲げていたにもかかわらずフランスのものであると気づき逃走することを決めた。マストが仮設であったためベリックの速度は著しく落ちた。このためフランスのフリーゲートはベリックに近づいて 午前11時に、アルセストが風下に回り、マスケット銃の射程内にある、風下に位置した敵艦の艦首を銃撃した。その後フランス艦、ミネルブとベスタールが、ベリックの射程内へと進路を変え、クォーターデッキへの戦闘態勢を整えた。正午には、ベリックの偽装は寸断され、歩はボロボロに避けていた。戦闘中に4人の水兵が負傷し、リトルジョンは、 バーショットで頭部を切断された。この戦闘での唯一の戦死者はこのリトルジョンだった。指揮は会議のネズビット・パーマーに委ねられたが、パーマーはベリックが満身創意でとても逃げられないこと、これ以上の抵抗も役に立たないことから、他の士官との協議を決意し、その後ベリックの旗を下ろすように命じた。アルセストの負傷者は、艦長と他の士官を入れて8人だった。 降伏により、ベリックの士官と乗員は何隻かのフランス艦に分譲した。赤枠の部分がジェノバ、すぐ下にスペツヤ、左下にコルシカ島が見える。3月8日、フランス艦隊がサントマル島沖に2日前に姿を見せたという知らせがホサムに届いた。同じ日、より詳しい情報がもたらされ、スループのモセールがホサムの闘病地に近寄ってきて、 北西の方向にいた艦隊に向けて信号を掲げた。ホサムの報告によれば、信号は艦隊に南に向かうように指示を出していたという。ホサムは直ちに艦の友綱を解いて3月9日の早朝に海に出てコルシカ島へ向かった。その時点ではベリックがどのような運命を辿ったのかをまだ知らなかったため、ホサムはブリックのタールトンをサンフィオレンツォに派遣し、 ベリックにカップコルス沖で自分たちと合流すよう指示を出すことにした。タールトンはその夜報告を持ち帰り、ホサムにベリックが打歩されたこと、フランス艦隊の最新と思われる位置を伝えた。そのためホサムは進路を変更し、北西を目指した。翌3月10日の朝、イギリス艦隊の視野にフランス艦隊が入ってきた。そこでフランス艦隊は南西の風に逆らいながら、 トゥーロンへ向かって北方に、Z 字上に紛りをして進んだ。英物領艦隊は、微風のためなかなか進むことができず、それから2日以上かけて徐々に接近した。3月12日の夕刻に、おあつらえ向きの風が吹いて、このため、イギリス艦隊は戦列を組むことができた。しかし、フランスの艦隊はその場を離れた。3月12日の夜は、かなりの突風が吹き荒れ、 このため74門艦メルキュールがメイントップマストを飛ばされた。メルキュールは許可を得てフリゲートと共に艦隊を離れてグールジーンロードへ向かい、そこでダホ艦のベリックと出会った。ベリックもフリゲートを連れており、合流した全4隻はそのままトゥーロンに向かい、艦隊には戻らなかった。3月13日の夜明けになってもフランスはなおも先端を開くことを拒否し続けたため、 ホサムは、総力での追撃を命じた。強風をりして、イギリス艦隊が、フランス艦隊に迫ったところ、フランスの公営の3番艦であった80門艦サイーラが前方の80門艦のビクトワールと衝突した。ビクトワールの損傷は軽微だったが、サイーラは、フォアトップマストとメイントップマストを失い、艦隊から落語し始めた。36門艦インコンスタントの艦長。 トマス・フリーマントルはこの機械を利用してサイイラの監守左に狙いをつけ、砲撃した。すると、今度は36門間、ベスタールがインコンスタントに狙いをつけ、接近しながら何度かインコンスタントを型減生者し、サイイラを栄光した。サイイラの上院は、すでにトップマストの残骸を処理して、より小型のフリゲートに砲撃し、 このため3人が戦死して14人が負傷した。その一方で自らも艦隊の水際に砲撃を受けて、その場を離れざるを得なくなった。フリーマントルがその場を離れたため、ホレイショネルソン指揮下のアガメムノンは急浮上し、10時45分にはサイイラの艦尾からの射程内に入った。1060人近い兵士と水兵を乗せた、サイイラに比べると、 アガメムノンには344人ばかりの乗員しか乗っておらず、また、大砲の数も少なかった。しかし、アガメムノンは、サミュエル・リーブ艦長艦長を率いるキャプテンと共に大きな損害を受けた、サ・イーラに激しい砲撃を浴びせた。サ・イーラはなおもベスタールに栄光され続けていた。キャプテンはとりあえず、ネルソンを援護しようと前方に進み寄ってきたのであった。ネルソンは、 この一騎打ちを続けたが、午後2時15分になって、もっと多数のフランス艦が、さ、イーラを援護しようと射程内に入ってきたため、アガメムノンをイギリス艦隊の戦列の定位置に戻した。イギリスの戦列は陣形を立て直していた。フランスの公衛艦隊が射程内に入ってきて、74門艦、ベッドフォードとエグモントが、フランスの最後尾の複数の艦と断続的に、 攻撃をかわしているためであった。フランス艦の中には120門艦三キュロットや74門艦ティモレオンもいた。そこでネルソンはイギリス艦に包囲されたサ・イーラに多くの死傷者と大きな損害を出した。戦闘はその日のうちに終わり、マルタンは120門艦の三キュロットからフリゲートのフリポンヌに移った。これは 1794年6月12日の疑似規則の提督は戦闘中は提督機をフリゲートに掲げるという行の適用によるものだった。その夜、管理上の不注意、または事故によりサンキュロットと艦隊との連絡が取れなくなり、サンキュロットはその後の戦闘に加われなくなって、フランス艦隊唯一の三層軍艦が艦隊からいなくなった。夜が明けるまでの間に、 今やマストのない艦となったサ・イーラを栄光する役目がベスタールからサンスールに移り夜が明けてなおもフランス艦隊は Z 字に進んでいるのが明らかになったそして艦隊の後ろではサ・イーラとサンスールが孤立していたイギリス艦隊は風上にあって有利に艦を進め遅れ気味の二隻のフランス艦を監視していたホサムは74門艦 キャプテンとベッドフォードに信号を送った。それは、この2隻に近づいて攻撃するようにというものだった。風上から風下へと急行した、キャプテンとベッドフォードは、2隻のフランス艦を1時間15分に渡って叩きのめした。この間、キャプテンはどうにか敵艦の側面射撃を耐え抜いた後、原則を方向転換させたが、その結果ほど偽装、施策に大きな損害を受けた。 キャプテンは、信号を送って、戦闘の場から牽引してくれるように頼み、少し後に、ベッドフォードも、ほと偽装がひどく切断されるという損害を受けた。キャプテンでは3人が戦死し、9人が負傷したが、うち2人は致命傷だった。ベッドフォードでは7人が戦死、負傷が18人だった。サイイラのダホニコラスポコック作この時までに、サ、イーラとサンスールは、 かなりの損害を受けて、ほとんど無防備な状態だった。マルタンは今まさに完備方向へ応援に駆けつけんとしていた。この2隻に情報を伝えて、イラストリアスとクラジュースから守るのが狙いだった。この2隻のイギリス艦は、ベッドフォードとキャプテンにとって変わるべく、フランス艦の方へ近づいていた。マルタンは、デュケーヌに、その戦闘の指揮を取らせようと目論んでいたが、 風がないだため、長い間フランス艦は足止めされてしまい、デュケーヌは艦首を風上に回そうと苦心散々した。そうするうちに、デュケーヌは32門艦、ロースタッフの射程内に入り込み、フランス艦隊同様に足止めされて無力なロースタッフに砲撃した。ロースタッフの艦長ベンジャミン・ハロウェルは、下艦班の上員を整列させた。しばらく経って、ナポリのフリゲート、 ミネルバが、デュケーヌの近くに寄ってきて、ロースタッフへの注意を自分に向けさせた。ロースタッフは、死傷者を出さなかったが、ほと偽装が切断された。デュケーヌは、結局監視を元に戻したが、風下に戦列を引き入るようにというマルタンの命令に、従う代わりに、風上の方へと向かった。デュケーヌに引き入られた、フランスの戦列の後には、80文館ビクトアルトとトナンがいて、 午前8時に、この2隻は、イラストリアスとクラジュースの射程内に入り、両艦隊は、激しい砲撃戦を始めた。1時間に及ぶ、戦闘の後、イラストリアスは、艦隊に呼び正しい砲弾を受け、フォアトップマスト、メインマスト、そして、ミズンマストを失い、バウスプリットとフォアマストは損傷していた。クラジュースも、また、メインマストとミズンマストを失った。 三隻のフランス艦は、最終的にその場を通り過ぎたが、この三隻に続く艦隊の艦はいなかった。デュケーヌ、ビクトワール、トナントは、イラストリアスと、クラジュースの後方にいたイギリス艦に向けてわずかに、砲撃を行ったが、その後、サ、イーラと、三数両を見捨てて離れていった。マルタンは、この二隻を救助しようという気持ちは、もはやなく、強くなりつつある順風乗りを得て、 再び北を目指した。一方で、ホサムは、前衛がひどく損傷を受けていて追跡できなくなっていたため、二隻のフランス艦の救援に甘んじた。この二隻は、艦隊が自分たちを見捨てたことが明らかになると、すぐさま降伏した。そしてホサムは、スペツヤ湾に向かった。イラストリアスは、フリゲートのメリーガーに栄光されて帰港した。強風が吹く3月17日の夜のことで、 この強風により、イラストリアスを牽引していたロープが裂けた。壊れた方門から水が漏り、また水がかぶったため、イラストリアスは仮のの水マストを失い、帆がズタズタになった。3月18日の昼間に前方に陸地が見え、2隻は東を目指したが、メリーガーは正午にイラストリアスと離れ離れになった。午後1時30分。 搭載している大砲が事故で暴発し、訪問街が壊れたため中に、水が入ってきたため、イラストリアスの状況は、さらに悪くなった。イラストリアスは、訪問街が修理されるまで風上に向きを変え、北を目指そうとしたが、スペツヤーンの東側で座礁した。午後7時30分に浅瀬に突っ込み、艦長のトマス・フレデリックは闘病しようとしたが、怒り綱が避けて艦は陸地へ乗り上げた。 風が強さを増して、向きが変わったことで、イラストリアスの舵が流されてしまった。その翌日、イラストリアスの乗員は、イカリズがお基地に打ち上げよう努力したが、不成功に終わった。その夜に、タールトンが到着したが、海が荒れていたためボートを着岸させられなかった。その翌日に、ロースタッフとロムルスが、艦隊からボートを出して、イラストリアスの乗員を救出して、 物資を下ろした後、簡隊に火をつけて燃やした。トゥーロン近くのゴーゲン・ロデステッドのことか。ありがとうございます。